おかげをこせ。どうして腕持って里のやつは全員に俺の存在を認めさせてよな。人は大切な何かを守りたいと思った時本当に強くなれるものなんです。忍者の世界でルールや掟を破るやつはグズ呼ばわりけどな、仲間を大切にしないやつはそれ以上のクズ。自分を信じないやつなんかに努力する価値はない。たとえそれが悪だと分かっていても人は孤独には勝てない。つかは人が本当の意味で理解し合える時代が来るだろう。私は信じている。筋を通さねえまま生きていくようなそういうめんどくせえ生き方したくねえんすよ。